次の試合では1試合で4つのフォアボールを選ぶというところも評価されたんじゃないでしょうか。まあ打撃の状態が一番今年は良くて上がってきてる感じなんで、今日の試合のこの、まあ、何と月立てるかわからないですけど、はい、そのあたりでこう何か、ね、結果が出るとこう自信に変わる。仕方ないですか。まあそうです、まあ、まあ、こういういろんな球種を使いながら緩急を、スイング、今あファウルなんだ。ファウルですか。当たってるんですか。当たったみたいですね。松田選手がファウルファウルって言ってた、あそこ当たるんだ。カブルスイングに行った後崩れ落ちました。見直して一塁ヘッドスライディングアウト。スリーアウトになりましたが足大丈夫でしょうか。まあ、体は強いこちらの杉山になりますが、一応大丈夫ということで自ら歩いてベンチには下がっていきます。この4回杉山得点与えませんでした。西武の選手がまだ出てきてない、レフトがいない、オグレディが出てきてなくて、今辻監督、岸野森さんと話をしていますが、はい、あ、熊代が今出てきました。ちょっと珍しいケースでしたけれども、はい、はい、熊代が今レフトのポジションに走っていきます。この回からオグレディに代わってご覧の熊代がレフトに入ります。そして雨です。はい、今後ろのセンターの後ろの方に、ビニール袋、ビニール袋ですよね。これ拾いますか。取りますか、今日は何度もこういうシーンがあります。箱根が袋を拾いに行きます。それをポケットに入れます。シュート半端なバッティングがあって面白いところに転がった。これも内野内だったか。ヒットのランプが灯ります。何かもはや芸術的な感じがしますこの止め方狙っていればですよね。ピッチャーの左側ちょうど野手がいないところに。ツーアウトランナー一塁でバッター吉田、あーすごいスイングでした。鋭い曲がりでした。おお、シュートを内側にかわそうとしてましたね今。シンカーかチェンジアップの時に何かちょっと切れたかなっていうふうには見えましたけど、はい、ちょっと今、今井投手がベンチ、そのあたりはこう高校から大学に行って、そして社会人も経験するピッチャーですから、うん、そういうところ。そして終盤この外崎のタイムリー、これも良かったですね。良かったですね、はい。まあ、流れ的に言うと山川選手の一発が非常に